島に連れてこられた私は無理やり頼まれて各国の仲間と一緒に内閣を発足。妖精の国を発展させようと頑張り始めたんだけど、自然災害や宿敵アバロンの妨害など問題山積み。どうなるの？少女たちが国づくりに奮闘する都市開発シミュレーションコミック、少女政府ベルガモットドミニオンズ第2巻発売。メテオコミック。